こんばんは、ハレルヤ、アメン。お元気でしょうか。お元気でしょうか。もう皆さんに、毎晩お会いできます。毎朝会ってる方もいますね。今日も授業を受けに来ました。今日も家族揃ってこの放送を笑いに来ました。イネさん、ハレルヤ。ひだまりさん、こんばんは。 I love you、 I love Jesus、 I love Jesus。 今日も霊的なフルコースをいただきました。のりこさん、こんばんは。のりこさん、こんばんは。よくいらっしゃいました。はい、今日はですね、またちょっとおとといと似たようなタイトルなんですが、まあ、おとといの延長みたいなタイトルですね。まあ、ゆっくり話していきたいと思います。今日のタイトルは、天皇は日本の象徴であって良いのかという、日本の成長象徴であって良いのかということですね。レイさん、こんばんは。こんばんは、レイさん。今日はですね、牧師会がありましてね、牧師会がありまして、今年は8月のですね、8月の13、14、15ですね、東京中野ゼロホールで、去年と同じフィリップ・マントファーさんというインドネシアの牧師ですね。8月13、14、15ですね。ちょっとこう、出来たてのチラシですね。出来たてのチラシです。まあ、東京近辺の方は来てくださいね。8月13、14、15、この見てください。これ十字架見えるかな。十字架から地球にですね、電気が十字架から地球に向かってこう電気がビビビビビってこうなっておりますね。はい、これちょっと間違えましてね、これこのアジアフォージーザスとありますけど、これ間違いでジャパンフォージーザスの間違いなんですね。ジャパンフォージーザスの間違いです。それからですね、ガジマ牧師がですね、今月来ます。で、今月18日から来月の23日までいるんですが、ガジマ牧師のスケジュールがこうありまして、いろいろあるんですね。これちょっと皆さんに口でちょっと言えないんですが、まあ、高松、大阪、神戸、広島、東大阪、名古屋、埼玉、東京、長野、沖縄、熊本、宮崎、鹿児島、吉祥寺と、ちょっとなんか皆さんにこう何か見せるようなシステム作りますので、ちょっと待ってくださいね。で、皆さん行きたい方があったら個人的に問い合わせてくれても結構ですが、この表をですね、なんか見せるようなことができるかもしれません。はい、一応今年は8月13、14、15が、一応フィリップ・マントーファという、去年と同じですね、方の集会です。はい、それから何かあったかな。一応牧師会はそれだけだったかな。はい、それだけですね。そうですね、9月には去年と同じようにまた横浜でジョナサン・デイビッドの集会もあります。
予感、まあ、日にちはまだ決まってないんですが、9月に、ジョナサン・デイビッドの集会も横浜であります。またお知らせします。今日はですね、今日はあの、3月第1金曜日なので3月第1金曜日なので LTL のですね、その NRA の、イスラエルに向けての祈りの日なんですね。ですから、ぜひ皆さん今日イスラエルのために祈りましょうね、イスラエルのために祈りたいと思います。で、はい、チャンネル放送 TS 見れないんです、ごめんなさいね。それから YouTube で見れますので、あの、録画は YouTube で見てください。 TS は有料になっておりますので申し訳ありません。ガジマ政界の最新情報入りました。そうですか。はい、ポンピーさんありがとうございます。ポンピーさんありがとうございます。それではですね、どうしましょうかね、何を話したい、まあ、ちょっとイスラエルのために、忘れないうちにちょっとイスラエルのために祈りましょうね、皆さんね。イスラエルではですね、イスラエルではあのちょっと、イスラエルにあのこのオリーブジャパンっていうブリッジフォアピース BFP ブリッジフォアピースという団体の、月刊誌があるんですが、この、BFP によるとですね、皆さんあのイスラエルパレスチナ紛争がありますが、そのメディアが偏っておりますね。ちょっとそこのところ読んでみますので、ちょっと皆さんこの、このオリーブという月刊誌の一部をちょっと読みますのでね、そうですね、メディアによればイスラエルはパレスチナを虐げているかのように伝えられていますが、本当にそうなのでしょうか。パレスチナ人というとき、私たちは約500万人に上るアラブ難民を指しています。65年前、アラブ難民の数は現在の 12% でした。なぜ難民が増加したのでしょうか。国連はパレスチナ人以外の世界のすべての難民を減らす努力をしています。しかし国連パレスチナ難民救済事業機関は、パレスチナ難民を難民のままとどめ続けています。こう書いてありますね。そしてでは一体誰がパレスチナ難民の必要に応えてきたでしょう。驚かれるかもしれませんが、それはイスラエルですと書いてありますね。多くの人たちはなんかイスラエルがですね、あのパレスチナを虐げてるかのように思わされてますけど、実際は違うんだということですね。実際はイスラエルはパレスチナを応援してるんだということですね。事実、現地ではですね、現地ではあのパレスチナとイスラエルは仲良くやってるんですね。仲良くやっております。それをなんか争ってるかのように、言ってますけど、そうではないんだっていうことですね。ぜひ皆さん、メディアがかなり間違ってるということをぜひ理解してください。はい、ちょっとなくなっちゃいましたね、この M このBGM なくなっちゃいました。困っちゃいましたね。すいません。ちょっと BGM がなくなっちゃいました。はい。それから、そうですね。まあ、とにかく、この、イスラエルは、メディアがその非常にイスラエルを悪者にしてるけど、実際は違うんだっていうことですね。アラブの人たちはこうイスラエルのために職があり、
またいろいろインフラもあり、かなりその現地の人たちはイスラエルに恩恵を受けてるんだということですね。ぜひ皆さんメディアに騙されないでください。騙されないでくださいね。このオリーブが欲しい方は BFP Bridge for Peace というところで、申し込むことができるかもしれません。それからもう一つはですね、石戸由美さんという方がオリーブ山だよりを送っています。そしてそのオリーブ山だより欲しい方はですね、この、石戸由美さんの方に、これはですね、申し込めばもらえると思うんですが、ちょっと待ってくださいね。これは、ちょっともらえるかもしれません。ちょっと待ってくださいね。これできるかな。すみません、ちょっとできないな。今、オリーブ山だよりが来てるんですが、そこに、来たとてもいい動画がありますので、これはイギリスで配ってる動画なんですけど、もしシリアのようなことが、ロンドンで起きたらどうかというような動画なんですが、非常にちょっとこうショックな、シリアも難民、シリアの子供たちに関係する動画なので後で見てくださいね。はい、それではですね、それではタイトルいきましょう。はい、それではですね、私たちは日本人ですね。私たちは日本人です。で、私たちはですね、その歴史のこともよく理解しなければなりませんし、私たちは本当に日本を、この変えなければなりません。日本を救わなきゃいけないんですが、カリスマ派の、牧師としてですね、カリスマ派の牧師として日本の大きな問題点は、神様に対してその悔い改めなきゃいけないということですね。神様に対して悔い改めなきゃいけないということなんですが、その、人間の罪の一番はですね、人間の罪の一番は偶像崇拝なんだということですね。日本の罪は偶像崇拝だということです。そして、その日本には憲法がありますね。憲法、これは、アメリカの進駐軍が、この導いたものかもしれませんが、与えたものかもしれませんが、私たちは、その日本の憲法についてよく理解しなきゃいけないわけですね。で、憲法、日本の憲法ね、昭和憲法っていうんでしょうか、憲法は2つポイントがありますね。1つは1条ですね。1条。2個目が9条ですね。ちょっと1条をお見せしますからね、皆さんね。あまり憲法を見たことがないかもしれませんが、ちょっと。よいしょ。憲法。憲法初めて見た人がいると思いますが。この1条を見てください、1条ね。1条。天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の損する日本国民の総意に基づくとありますね。日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴と書いてあります。これが1条ですね。1条で、その次、大事なのは9条ですね。9条。これ9条すごく大事なんですよ、皆さん。この9条。これが平和憲法ですね。平和憲法。第2章、戦争の放棄。
ちゃんと戦争の放棄ってはっきり書いてありますね。憲法9条、戦争の放棄、軍備及び交戦権の、これ否認っていうのかな、不認っていうのかな、読めません、申し訳ありません。否認だと思うんですが、どうでしょうか。否認、このあとですね、はいはい、これ大事な、大事ですから皆さん見てください。何でしたっけね、ちょっと主語が見えないな。国民は、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する、永久にこれを放棄すると書いてあります。で、丸2、丸2は全国の目的を達するため、陸軍、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない。皆さん、はっきり書いてありますね。はっきり永久にこれを放棄する、それから軍隊を持たない、ね、戦争を放棄するってはっきり書いてあるじゃないですか。そして永久に放棄するって書いてあるんですよ。永久にね、永久に放棄するって書いてあるのに今変えようとしてる、おかしいですよね。はっきりと戦争の放棄ね、戦争の放棄、それから軍隊の放棄、軍備および交戦権の否認、はっきり書いてあるじゃないですかね。で、永久に放棄するって書いてあるんです。永久に放棄するってことはもう変えないってことなんですよ、皆さんね。永久に放棄する、憲法が永久に放棄すると言ってるわけでしょ。それをなぜ今変えようとするのかということですね。それではですね、皆さんもう一回元に1条に戻りますよ。1条ね、もう憲法の授業みたいなもんですが、憲法の授業で、なぜですね、じゃあまず皆さん聞きましょう。はい、皆さん、日本国の象徴、天皇は日本国の象徴であり、日本の、日本のですね、国民統合の象徴ってあるんですが、日本の国の象徴とか日本国民統合の象徴とは何でしょうか。はい、皆さん答えてください。天皇が日本の象徴というのはどういう意味でしょうか。日本国民統合の象徴というのはどういう意味ですか。皆さんの言葉で答えてください。天皇が日本の象徴というのはどういう意味でしょうか。偶像崇拝、日本の王様、国体を代表する人、飾り、天皇イコール日本という意味、象徴とは何でしょうか。シンボルですね。象徴というのはシンボルです。はい、日本のシンボルというのはどういうことでしょうか。天皇が日本のシンボルというのはどういうことでしょうか。日本のシンボル、
日本のシンバルとは何でしょうかね。はい、まあこれちょっと難しいのでちょっとですね次に行きますよ。この憲法、日本国憲法のできる前は、この日本国憲法のできる前はですね、大日本帝国憲法という明治時代の、明治の時できた憲法が、これですね。これは明治時代できた、明治22年できた大日本帝国憲法ですね。大日本帝国憲法ですね。そしてこの大日本帝国憲法の、これは戦前の憲法ですね。戦前の憲法の第1条がですね、こう書いてあるんですね。第1条、大日本帝国は万世一系の天皇の天皇これを統治す、つまり日本はですね、日本は天皇が支配すると書いてあるんですね。それから、第3条、第3条がこれ問題なんですよ。第3条は天皇は神聖にして犯すべからずと書いてあるんですね。天皇は神聖にして犯すべからず、つまりこの、第3条はですね、天皇は神だよと言ってるわけですね。神聖にして犯すべからずというのは、天皇は神だよと、ね、天皇は神だよ、そして天皇は、ね、日本を支配する、統治すと書いてあるんですね。第1条、天皇が日本を統治すると書いてあります。そしてそれが戦中まで来たわけですね。戦中まで来た。ところがですね、日本が、まあ、敗戦したわけですね。敗戦。で、敗戦して、ところが、おととい話したように、まあ、日本がですね、ポツダム宣言をこう突きつけられた時ですね、まあ、国体を維持する護持するということの条件で、日本はポツダム宣言を受け入れたわけでしょ。降伏したわけです。ということはですね、まあ、アメリカとしては、まあ、天皇制を残すという条件で、まあ、勝ったわけですね、アメリカがね。ところがその大日本帝国憲法の、その天皇が日本を統治するというところは、まあ、許せなかったわけですね。天皇が日本を統治して戦争になったわけですから、戦後ですね、戦後天皇が統治するということは許さなかったわけですね。ところがアメリカは、まあ、その国体を残すという条件で日本が降伏したので、その象徴という形ですね。だからこの大日本帝国の時は神、天皇が神でね、天皇が神で、天皇が日本の国を、まあ、統治する、つまり支配するというのが、戦中までの大日本帝国憲法だったんですが、まあ、敗戦したことによって、じゃあどうしたらいいのか。もう天皇が日本を統治することもできないし、また天皇が神であるということも、これもダメだと。天皇は神じゃないということの中で、それで、まあ、その、行き着いた先が、象徴なんですよ。皆さん、わかりますか？だから、天皇が、日本の象徴だというのは、この大日本帝国と敗戦によることによる形なんですよ、皆さん。わかりますか？言ってる意味わかりますか？だから、
その日本が降伏する条件でポツダム宣言を、受け入れる条件で国体を誤示すると、ね、国体にこだわったわけです、ね、国体にこだわってその国体を守るためにたくさんの日本人が死んだわけですね。早く降伏すればたくさんの日本人の命は助かったわけですけど、国体を守るために玉砕を考えていたわけです。で、玉砕するということは日本人みんな死ぬということです。それほど国体が大事だったわけですけど、まあ、結局国体を守るために今度は降伏するということになっちゃったわけですね。で、国体を守るために今度降伏したわけです。結局のところ、ね、国体を守るということ、天皇制を守るということで降伏したわけですので、天皇だけが、ね、戦争責任を免れたわけです。本来は戦争責任があるにもかかわらず、そのポツダム宣言を受けるために、条件で戦争、天皇には戦争責任がないということで、ないということにしてもらったというか、本当はあるわけですね。本当は天皇にも、戦争責任があるんだけれども、ないという形にしてもらったわけですね。ないという形にしてもらったということですね。はい。そういうわけで、結局のところですね、言いたいことは、天皇が日本の象徴だというその憲法は、要するにその敗戦によって国体を条件守るという条件で日本が降伏した産物なんだよということを言いたいわけですね。産物なんだよということですね。そして、その今度もう一度一条に戻りますが、日本の象徴、天皇が日本の国の象徴だということですが、憲法20条見てみましょう。憲法20条ですね。これがとても大事なんですね。これがすごく大事。いいですか？憲法20条。これがすごく大事です。ね。信教の自由は何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。このですね、信教の自由は何人に対してもこれを保障する。これが大事なんですが、それは、それはどういうことかと言いますと、もちろん、キリスト教は信じていいということですね。キリスト教を信じていいということなんですが、ところが皆さん考えてください。クリスチャンにとってイエス・キリストを礼拝するわけですね。イエス・キリストを神とするわけですが、では日本の象徴は、ね、天皇であるということをクリスチャンは認められないわけですね。認められない。なぜかというと、私たちクリスチャンの、その崇める方はイエス様お一人ですね。つまりクリスチャンにとっては、日本の象徴を神とできない、天皇とできないということですね。できない。そうなるとですね、憲法1条と憲法1条と憲法20条は合わないということですね。憲法1条と憲法20条は合わないんです。なぜ合わないかというと、この憲法1条にですね、もう一回ちょっと見ましょう。ちょっと難しいかもしれませんが、皆さん我慢して聞いてくださいね。この憲法1条の最後のところに、この地位は主権の損する日本国民の総意に基づくとありますね。国民の総意。だけど考えてください。総意といっても、信教の自由があるならばね、信教の自由があれば総意にならないでしょうということですね。信教の自由があれば総意にならないでしょう。つまりその
クリスチャンにとっても他の宗教の人にとっても天皇を象徴にできないでしょということですね。信教の自由を20条で歌っときながら憲法1条で国民の総意にはならないでしょという、つまり憲法自身に矛盾がありますよということですね。憲法に矛盾がありますよ。今日のテーマはそこを言いたかったんですね。その天皇、要するに大日本帝国憲法においては天皇が神だったわけですね。天皇が神だった。しかし戦争に負けて、神とできなかったので仕方なく象徴に変えたわけですね。そしてところがそれが国民の総意と書いてありますけど、実際は信教の自由を歌っているということは国民の総意ではありえないわけですね。つまり天皇を象徴としたくない人もいるんだということです。戦前戦中は力ずくで天皇を拝むように強制されてたわけですね。重視がなかったわけです。重視がなくてですね、力ずくで、軍国主義、天皇を拝まさせられていたわけです。それは信教の自由がなかったわけですね。信教の自由がなかった。そして戦争に負けて信教の自由を歌ってるわけなんですが、もし信教の自由を歌うならば天皇を象徴とするということが国民の総意にはならないということですね。つまりその国体を残したことによって、天皇制を残したことによって矛盾が生じてるんだよということですね。矛盾が生じているということです。皆さんこのことにぜひ理解してほしいと思います。日本はその、ね、戦争によって負けて、日本国憲法を、アメリカからいずれ受けたかもしれないけど、憲法1条と憲法20条が矛盾しているということに気づいて、そこからしてもう一度日本がですね、何が間違いだったのか、あの戦争において何が間違いだったのか、もう一度ですね検証してみる必要があるんだよということですね。キリスト教的に言えば偶像崇拝を悔い改めなきゃいけないよということですね。偶像崇拝を悔い改めて、そして、その天皇を象徴にしてはいけないということですね。また天皇制自体がいけないということですね。天皇制自体がいけなくて天皇を象徴にすることがいけないんだということです。天皇は神ではないんだということですね。天皇は神ではないんだということです。はい、ぜひ皆さん、本当に正しいことは何なのか、それは信教の自由であり、またその力ずくでですね、その何て言うんでしょうかね、天皇を象徴にするように押し付けられてはいけないということですね。はいはい、ちょっとまだ十分、ね、説明が足りないので誤解もあるかもしれませんが、ぜひ皆さん一緒に考えてほしいと思いますね。一緒に考えてほしいと思います。そして今日本は世界にその反発を受けています。安倍総理の靖国神社参拝で反発を受けていますが、結局その根っこはここにあるよということですね。その根っこはここにあるんだということです。はい、日本が偶像崇拝を悔い改めて、日本が偶像崇拝を悔い改めてイエス様を信じるようになってほしいということですね。はい、それじゃあですね、明かしタイムいきましょうね。明かしタイム、はい、イエス様を信じて、イエス様を信じて、先祖崇拝、天皇崇拝、靖国参拝、
偶像崇拝が良くないことが分かった証。偶像崇拝は良くないということが分かった証。イエス様だけが神様、イエス様だけが神様だということが分かった証。スタート。イエス様を信じます。天皇は人であって神ではない。アジアに謝罪すべきだと思った。日本国憲法は矛盾していると思いました。日本は信教の自由が守られていない。日本の象徴はイエス様に改める。天皇ではなくイエス様が日本を統治すべきだと思いました。アメン。天皇制なんて税金の無駄遣いだ。人間を神として崇めてはダメだ。天皇崇拝する日本人は悔い改めるべきだ。憲法9条はイエス様の恵みです。安倍総理はクリスチャンになるべきだ。平和憲法を守りたいと思った。この放送で右翼やめました。アメン。在特会は悔い改めるべきだと思いました。この放送を宮内庁の人に見てほしい。天皇崇拝は偶像の象徴です。毎日聖書を毎日読むことにした。キムガヨを強制するのはおかしいです。今人生のどん底です。大丈夫です。イエス様がいます。私の目にあなたは高価でたっとい。イエス様を日本の象徴にしよう。天皇は戦争的に責任を取るべきだと思いました。イエス様の愛で生まれ変わりました。この放送は日本の最良の放送だと思う。宗教は自由なんだと気づいた今日この頃です。天皇崇拝を続けると日本が滅びると分かった。
天皇を崇拝させられたら昔の人が哀れです。靖国参拝、靖国神社は廃止すべきだと思います。内村鑑三は、偶像崇拝を強制された。戦前の日本は天皇の写真を拝まさせていた。強制的ですね。強制的に拝まさせられていたんです。だから信教の自由ができたんですね。だから戦後は、そういうことがないように信教の自由ができたんです。靖国参拝反対。戦争を美化する靖国は悪だと思います。天皇制なんていらないと思った。アメン。天皇にこの配信を見せたいです。ごめんなさい、ちょっと読むコメントがなくて、皆さんちょっと私が読みたいコメントを打ってください。日本はアジアに謝罪すべきだ。貧しいものは幸いです。天の国はその人のものだから。靖国参拝をやめようと思いました。天皇も悔い改めてほしいです。天皇はただの一般国民だと思いました。キリシタンになるにはどうすればいいですか。最後に招きをしますからアメンと言ってください。間違って天皇を崇めてました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。愛は寛容です。愛は親切です。偶像崇拝をやめてイエス様だけを信じます。アメン。愛は礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、神のない世界は希望のない世界です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン、アメン。天皇は日本の象徴ではないと思った。はい、皆さん、こういうふうに考えてください。いいですか。イエス・キリストは、王の王であり、日本の神でもあります。世界の神でもあります。全世界の神様であり、日本の神様なんです。そしてイエス様は全ての人のために死にました。全ての人に永遠の命を与えるために、イエス様ご自身はその死んだんです。でも戦争中の天皇は、ね、国体を守るために、天皇制を守るために国民の命が犠牲になりました。そして、原爆によって今度は国体を守るために、その国体を守るために降伏しました。つまり、その日本の天皇は、または天皇制は国民の命よりも、国民の命よりも、自分を守ったんですね。自分を守った、天皇制を守るために国民の命を犠牲にしたと言ってもいいかもしれません。そして国体が維持できるならば降伏しますと、国体だけは助けてくださいと、国体を守ってくれたら降伏しますと、国体のために降伏したんですね。しかしイエス・キリストは逆です。イエス・キリストは全ての人間のために死んだんです。イエス・キリストは全ての人間を救うためにイエス・キリストは死にました。しかし、戦争中の天皇は、その国体を守るために、国体を守るために国民の命を犠牲にして、また降伏する時も、降伏する時も国体を、保証してくれたら降伏するよと、国体を保証したら降伏するよと、結局は国民の命よりも、国民の命よりも国体を優先したという、ちょうど十字架の反対なんだよということですね。十字架の反対、つまり十字架は全ての人のために神が死んだんですね。神が死んだんです。しかし日本の敗戦は、その日本の、その時の日本の神を守るために、日本の神を守るために日本の国民が犠牲になったということですね。ですから皆さん、そのことを見て、どっちが本当の神かということですね。どっちが本当の神か、ね、全ての人のために死んだ神が本当の神なのか、その国民の命を犠牲にして、まあその自分を、ね、守ることに専念した神、日本のその当時の日本の神が本当の神かということです。ぜひ比べてください。どちらが本当の日本の神ですか。どちらが本当の日本の神ですか。その自分の保身のために、保身のために、降伏した結果が日本の象徴になってるんです。保身の結果の象徴なんです。皆さん、そういうことの中で、そういうことの中で皆さん、日本の憲法を考えましょう。日本の憲法が果たしてふさわしいものなのか、そして憲法20条の信教の自由、信教の自由、それと憲法1条は矛盾するよということですね。
憲法20条と憲法1条は矛盾する、つまり国民の総意にはなれ得ない、天皇が日本の象徴であるということは国民の総意になれないということです。つまりクリスチャンからすれば天皇を日本の象徴にはできないよということですね。クリスチャンにとってはイエス・キリストが神であり、イエス・キリストが日本の、ね、神であり、イエス・キリストだけを信じ、イエス・キリストだけに従うのがクリスチャンです。そのクリスチャンの信仰を求めた、認めた憲法20条があるにもかかわらず、信教の自由を認めているにもかかわらず、国民の総意だという憲法1条は認められないよということですね。ちょっと難しい、ね、ちょっと難しいかもしれません。でも皆さんもこれとても大事なことなので、とても大事なことなのでぜひぜひ理解してほしいと思います。とても大事だからこそ、理解してほしいと思います。とても大事だから理解してほしい。はい、それではですね、はい、あと何分でしょう、8分、あと8分ですね。私にはよくわかります、ユナさん、私にはよくわかりますね、ぜひ分かってほしいです。日本が本当にその良い、いい国になってほしいのです。日本がいい国になってほしい、正しい国になってほしい、信教の自由があり、そして過去の偶像崇拝を本当に悔い改める国になってほしい、全世界にとその対立するような国ではなくて本当に世界と平和を保つ国になってほしい、戦争を放棄し、そして軍隊を放棄するとはっきり書かれています。そして永久にこれを放棄するって書いてあるんですね。皆さん、永久ですよ皆さん。もう一回ちょっと見てみますか。このところね、本当に私強調したいんですよ。このですね、憲法9条、憲法9条にこの、丸2の前ですね、永久にこれを放棄する、戦争ですよね、永久にこれを放棄する、はっきりと書いてあるじゃないですか。永久に放棄するというのになぜ今自民党はこれを変えようとするんですか。永久に放棄するって書いてあるじゃないですか。皆さん、この平和憲法を守ろうではないでしょうか。この平和憲法を守ろうと、守ろうではないでしょうか。あのノーベル平和賞にノミネートされたんだと思うんです。一応推薦したって書いてありますから、あのノーベル平和賞にノミネートされたと思うんですが、私ちょっと確認してないんですけど、一応何人かの方が一応ノミネートしてるはずです。ノミネートしてるはずですね。はいはい、そういうわけですから皆さん、日本のあるべき姿、日本のその進むべき道、これをですね皆さんはっきりと理解しましょう。これをはっきりと理解しましょう。日本の進むべき道ね、日本の歩むべき道、それはイエス様の道です。イエスキリストの道、イエス様の教えに従う道、これが全ての人が歩むべき道です。ぜひ皆さん、日本は、その戦争を悔い改めて、またその偶像崇拝を悔い改めて、イエス様を信じる国になりましょう。イエス様を信じる国になりましょう。日本はそのように、その、信仰を持つ国になる必要があるのです。信仰を持つ国になる必要があります。はい、
まあ今日のテーマはですね、とても大事なのでぜひぜひ考え続けてください。もう一度ちょっと言いますね。天皇が日本の象徴であって良いのか、ね、天皇が日本の象徴であって良いのかというね、もちろん、まあクリスチャンからすれば、そのクリスチャンからすれば天皇が象徴になってはいけないということですね。天皇が日本の象徴になってはいけない。なぜかというと、日本は信教の自由があります。信教の自由があります。つまり、天皇の象徴をしたい人はもちろんしてもいいかもしれないけど、それを、国民全員に押し付けてはいけないということですね。信教の自由があるということは、もちろん天皇を神としてもいいし、象徴してとしてもいいんですが、それを、国民の総意としてはいけない、押し付けてはいけないということですね。イエス・キリストを神としているクリスチャンがいるんだということですね。そして、戦前戦中にその押し付けたことをまだやってるんだということですね。結論から言うと、信教の自由がないんだよという、戦前戦中でやってきてしまった宗教の押し付けをまだやっている、まだ宗教の自由がまだないんだよということを言いたいわけですね。ですから、あの問題になっている卒業式、もうすぐ卒業シーズンですが、国旗掲揚とかね、国歌斉唱というのはまさに信教の自由がない証拠でしょということですね。信教の自由がない証拠、信仰の自由がない証拠だということですね。はい、それじゃあですね、今日の放送を聞いて、なるほどなるほど、まだ日本は宗教の自由がないんだ、宗教の押し付けの国なんだということが分かって、イエス様を信じて、イエス様を信じて、ね、もう本当にその、悔い改めたい人、ね、偶像崇拝を悔い改めたい人、アメンと言ってください。アメン。偶像崇拝を悔い改めたい人、罪を許されたい人、アメンと言ってください。アメン。アメン。アメン。偶像崇拝やめます。アメン。天の父様、日本は偶像崇拝をして傲慢になり、そして戦争をしてしまいました。そしてまだその傲慢が残っていて、まだ侵略戦争じゃないとか、南京大虐殺がないとか、慰安婦問題なかったとか、とんでもないことを言ってる国です。もう世界からは、もう本当に北朝鮮やイランのようにおかしい国と思われています。確かに、その南京大虐殺がなかったとか、慰安婦問題がなかったという日本は、確かにおかしい国になっちゃっています。もう悪霊が支配して、もう傲慢になり、全く見えてない盲目の国になってしまっています。イエス様、どうぞ日本の国を許してください。日本の、目から鱗が落ちて、自分たちが傲慢で、なんとひどい国なのか、なんとひどいことをした国なのか、どうぞ日本が砕かれて、悔い改めますように。日本が悔い改めて、正気を取り戻しますように。イエス様、どうぞ日本の偶像崇拝の悪霊と、不隠行の悪霊を追い出して、日本を正気にしてください。日本を正気にしてください。世界に受け入れられる、正気の国となりますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。皆さん、日本のために祈り続けましょう。日本がリバイバル起きるようにね、祈ってください。ありがとうございました。明日また朝7時、夜9時。シャローム、おやすみなさい。おやすみなさい、シャローン。シャローン、アメン。